音楽大陸。はい、ということで、終わりまして、取材の方は終わりましたけども、はい、音楽大陸出ていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。で、まあ、こんな感じでこうかっこよく場所が変わってますけども、ちょっと先に取材の感想を聞いてもいいですか。はい、初めましてだったんですけど。そうなんです、今日初めましてだったんですよ、はい、ランページのりくくんと。はい、でも画面越しに見るりくくんのイメージと会って感じた印象が全く一緒だったんですよ。はいはい、全く一緒でした。リンクしてたっていうか。それどんな印象だったんですかね。なんか、はい、本当に男の中の男みたいな強いイメージが。マジで言ってます。うん、今のは絶対使ってください。男の中の男いただきましたね。そんな感じでした。はい、なんかね、はい、すごいなんか眼力とか、はい、そのトレーニングしてらっしゃるのも多分そうだと思うんですけど、はい、そのなんだろうな、オーラっていうか、はい、そういうものがあっても同じだったから。あ、マジですか。圧倒されました。圧倒されました。うん、威嚇は全然してなかったんですけど。あ、なるほど。ウェルカムの雰囲気でこうちょっと威圧しちゃいましたけど。いや、うん、結構なんだろうな、ライオンって感じがしました。まあ確かに僕8月生まれでして獅子座であるので、まあ、動物に例えるとまあライオンなのかなっていうふうには。ああ、か、なんか、はい、チーターっていう感じ。チーター、うん、相当走るの速いですね、それは。そうなってくると。やべえな、ちょっとあんまり笑い取れてないな、これ。あ、でも笑ったみたいなんで大丈夫ですか、ね、はい、言うこと全部面白いです。本当ですか、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、スタジオに来たのはわけがありましてですね、僕からですね、ちょっとこう逆オファーさせていただいたんですけども、それにぜひやりましょうというふうにお返事いただきましたんで、やらせていただくセッションをね、やらせていただくんですけども、はい、曲名をお願いします。はい、ちょっとマコの昔の曲になるんですけれども、この曲をリク君が一番好きだということで、なんか自分自身こう原点に帰るような気持ちで、今日は短いですけど歌いたいと思います。聴、はい、いてください。 Your Love。 君の愛があればまた私は歩いて行ける。でしたでしょうか。緊張しましたね。いや、僕女性のボーカリストの方とこう一緒に歌を歌うっていうのは初めてでして、こう一対一で初めてだったので、めちゃめちゃこう手ブルブルで間違えないようにしなきゃなと思って
やってたんですけども、あの歌いづらくなかったですか？全然歌いづらくなかったです。最初にりっくんがあのサビ始まりに、はい、あのしてくれたので、とっても歌いやすかった。正直ね、はい、これやべえと思ったんですよね。ちょっとやったな、失敗したな。やってないです。まあでもこれも一発撮りということで、うん、まあ、これも音楽ですから生々、まあいいですよね、はい、これがライブっていうことでですね、はい、ということで、長らく、見ていただきましたけども、音楽大陸ボリューム8後編はですね、7月23日の金曜日に、金曜日の11時に公開です。せーの、お楽しみに。